チャックバスです。本日はですね、ニューヨークの、結構有名なこの馬車、まあ男一人でね、乗るやついるんかっていう感じなんですけども、まあ、ニューヨーク来られる方で結構乗りたい方もいると思うんですよね。で、料金なんですけども、セントラルパークを一周すると120ドル、で、半周みたいな感じがあるんですけど、それだと60ドル、で最初120ドルって言われたんですけども、ディスカウントもしてあげるっていうことで、100ドルで一周 OK っていうこともあるので、まあ、ちょっとね英語は片言でもディスカウントって言えば通じると思いますんで、まあ、今回ねどんな感じの動画を撮れるかということでね、ちょっと初めて私も利用したことないんで、今回ね乗ってみたいと思います。で半周で60ドルで、今回交渉させていただきました。それでは行きたいと思います。では乗り込みました。大間さんが見れればあれなんですけど、こんな感じで大間ちゃんに乗っています。まあ、馬車ってやつですね。で私は昨日乗ってるのはね、白いこのタイプのバージョンですかね、乗っております。で白人の男性の方が、運転してくれてるっていう感じで、いやこれは面白いですね。ちょっとなんか大間さんのね足音も聞こえるっていう感じで、いやこれは楽しいな。Everything okay, my friend? Okay. All right? Okay. Thank you. You're welcome. いやこれ本当に私も初めて乗るんですけど、これニューヨークのセントラルパークの観光とかいいかもしれないですね。まああのセントラルパーク私の動画でも出しておりますけども、結構ね。歩いて回ると結構大変なんで、そういう意味ではいいんじゃないでしょうか。乗り心地ももっとガタガタ言うのかと思ったらそんなでもないですね。まあこれで60ドルなんで、まあ7000円ぐらいですかね。まあちょっと高いっちゃ高いですけどね。まあ、ニューヨークのいい思い出にいかがでしょうか。でね、まあ、今回ね、交渉させていただいた方は、まあ、本当にねすんなり話させてくれたんでよかったんですけども、何にも知らずにね乗るのだけは本当にやめておきましょうね。なんか時間でお金請求するみたいなこういうのもあるらしいんで、そういうのでね思った以上に取られたみたいなのもね、何だったかな、トリップアドバイザーかなんかの、レビューとかでもね見たことありますんで、そういう意味ではちょっと気をつけなきゃいけないかもしれないですね。
それでは降りました。最後はですね、セントラルパークの、地図出しておきますね。セントラルパークリッツカールトンの前から乗車して、ちょうどこちらの噴水ね、こちらも有名な噴水ですね。ここまでのコースでちょうど15分から20分ぐらいですかね、15分ちょっとぐらいだったかな。で60ドルということで、写真とかも、ね、撮ってくれたりして、すごい個人的には楽しかったです。でセントラルパークのね、観光は結構疲れますので、こういうのも利用するのも悪くないですね。特にお子様連れの方だとね、楽しめると思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。